バチコイ心理学。それではラジオネーム、お、来ました、うさぴょこりんりんみーみーむーまんさん、かっこ女子大生、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。これは青木くんではないね。本物じゃないかどうか分かんないですけど、僕ではないです、うん、青木俊太郎は女子大生ではないので、これは青木くんからのお便りではありません。なるほど、分かりやすい。理解でしょうね、それではね。じゃあお便りいってみましょう。岩瀬先生、青木先生、バチコーイ、ありがとうの、バチコーイ会社。先日はお便りを取り上げてくださりありがとうございました。あの行動分析の話ですね。行動分析入門は、1年生の時に学習心理学行動分析学の講義を受けて、もっと知りたいと思い、自分よりずっと賢い大学のシラバスを調べてみると、教科書になっていたので面白そうだなと思いネットでポチりました。いいよ、その心意気、いいよ。いいね、出ました。はい、もう100いいねあげたいです。で、届いてみたら大きいし二段組だし、びっくりしました。そして気になったことを辞書や雑誌のようにつまみ食いで読んだ後、投資で読みたいな、読むのは大変だけどと思いながら常に目の端に積まれています。岩野先生が1時半で読されたと聞いて驚きました。そんな早く読み切れるものなんですね。しかもお風呂にも毎日入りながら。そうですよ、お風呂にはちゃんと入ってますよ。入ってます、ね、そこ大事です。私も頑張ってみたいと思います。頑張ってください、はい、いまた毎日ぼーっと生きてしまっているのですが、学部生のうちにやっておくべきことを教えていただきたいです。なんだかこのままじゃダメだな、大切な時間が無駄に流れていってるなと感じています。もっと何かを考えたいです。もっと何かを経験したいはずなんです。でも勉強と読書以外何をすればいいのか分かりません。バイトもなかなか合わないし、恋愛って言ってもそんな男の子に興味もないし、趣味というほどのものを持っていない私、私も友達もドアとは思いし、本当に何もつまらない人間なんですよね。自分が嫌いです。つまらない大学生の私に先生方のアドバイスを今のうちにぜひ、いただきたいです。将来少しはつまらない夫になりたくない、助けてください。それではバッチコーイという、熱烈なお便りでございます。ありがとうございます。終わりました。それでは、ま、皆さんまた次回バッチコーイバッチコーイ終わりましたか。はい、まあでもこれはそうですよね、気になるとこですよね。学生の時に何してたらいいか。僕は一番やっぱり大事なのは遊ぶことだと思いますね。うん、で、なんか、やっぱりなんか、働くと遊ぶ時間がとにかくなくなるので、ただ勉強する時間はわりかしあると思うんですよね、その、働いた後で。で、勉強って言っても、まあ、知識を入れるタイプの勉強とかね、本読むとかっていうのも、ありますし、いろいろあるんですけど、専門書とか読むよりもなんか小説とかなんかそういういろいろ自分の経験を豊かにするようなことをなんかたくさん取り入れたりとか、うん、あととにかくいろんな人とあの遊んだ方がいいと思いますね。本当に今が一番経験してなんか自分の価値観が広がる頃なので、たくさんの人の話を聞いて、あ、こういう風にしてるんだっていうのがなんか分かってくると、なんか後々仕事した時とか、まあ、心理師とかになるんだったら余計大事になってくるかなと僕は思いますけどね。そうね、まあ、青木くんはまさにその通りに実行してた感じがするね。まあそうですね、パチンコに狂ってましたけど確かにそうさ、使い方も結構ゴージャスだったもんね。そうっすね、結構でしたね。でパチンコ行って、まあ、夜は誰かと飲みに行ってみたいな、なんかまあ、あの悪い人の典型的な遊び方をしてましたけど、ただその時にできた友達とか仲間とかが今でもやっぱりめちゃくちゃ財産になってますし、なんかその後どういう風に自分生きてたらいいかなっていうのもその時に経験したことからいろいろ出てきてるんで、僕はやっぱり、まあ、勉強もある程度した方がいいと思いますけど、遊んだ方がいいと思いますね。はい、人が一番の財産だと思うからね。そうっすね、まあ、なんかあのお金とかそういう有形形のある資産っていうのも大事ですけど、まあ、無形資産って言ってその形にならないけど大事なことっていうのが結構いっぱいあるので、その仲間関係とかその時の思い出とかそういうのも全部無形資産ですからね、そういうのは大事だと思いますよ。そうね、まあ、俺もそういえばいろんな人と会ったなって思ったわ。うん、そうなんですね。そうね、まあ私もほらあのバイトしてはあのヒッピーみたいなんか日本中プラプラしてたりとかさ、うん、あのまあ、海外に留学に行ったりもしてたので、まあ、短期だけど、
まあ、いろんな人と会ったなと思うね。だからやっぱりできる限り新しい何か風を自分の中に入れ続けるってことなんですよね。多分ね、なんだろうな、青木も言ったけど、その働いてからできることできないことってあるんですよ、割と、うん、だからやっぱ学生の時にできることって多分ね、時間と体力を使うことだと思うんですよね、うん、だからなるべくいろんな人と会って経験するっていうのは全くその通りだと思う。で、足重いんすよみたいなね、フットワーク重いんすよみたいな人は、自分が絶対やんないことを友達と一緒にリストアップして、うん、で、なんかガチャ引くなりなんないして、それを出たやつをやる。なるほど。で、それを、一人でできないんだったら、もうやるって決めて、友達と一緒に行ったりとかっていうのもありだと思う。そうね。まあ、1円パチンコとか行ってみたらいいっすね。人がなぜそういう事柄にはまるかっていうのはちょっと理解できるかもしれないですけど、だから、やったことないことやるってね、すごいレパートリー広がるし、いいと思うな。ですね。なんか、こういうのやってほしいみたいなこととかありますか？そういう、多分やってないであろう。ああ、このうさぴょこりんりんみみぬまさん。はい。そうっすね。例えば山登るとか。あ、山登る。岩野さんの大好きな。とか、絶対に自分が着ない服をバーゲンとかで買う。あ、でもそれは昔やってたな。なんかストリート系のなんか B 系って言われた服とか僕絶対着なかったんですよ。一回なんかセカンドストリートでなんかほんと安いやつ買ってきて B 系の服着たことあります、ね、だからね、友達に服選んでもらって絶対拒否せずにそれを着るとかさ、面白いですね。あとね、俺がたまに、なんかたまにでもないけど旅行先でやったのは正しい方向と違う方向に十字路とかを曲がる。で、朝そういう風に散歩とかチャリンコで行って、こっちだなと思う方と反対の方向に行ってみるとかね。なるほど、ね、とはやってたかな。いいですね。やっぱりなんか経験の開放性を開放して、なんかやったことない方向とか未知の方向に行ってみるといいかもしれないですね、でもし、もうちょっとコロナとかが収まって旅行とかできるんだったら、青春18切符を買ったりして、コロコロってこう、なんだろう、サイコロ振って出たところの、ところにまで行ってみるとかさ、深夜バス俺結構使ったんすよ。いや、すごいな、私乗れんだな深夜バスは。あね、東京から仙台まで行った時はね、バッキバキになったね。確かに結構なんか大変そうっすね。硬いし狭いのよ。でさ、早朝のさ5時半とかに着くんだよね。どこも空いてねえからさ、トボ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 歩いてさ、まあ面白かったっすよ。そういう系のことですね。運転した方がいいことは。もしね、なんかやってみたら、ぜひその経験談教えてください。バチコイ心理学。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。